はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ベイブレーダーです、ゴーシュン。はい、本日なんですが、リミット解除される予定の小脇メールの広角を使った小脇メールデッキ、何億年ぶりか知らんけど、使っていこうと思っております。直近のねリミットレギュレーションの発表がありまして、12月の16日から施行になるんですが、このね今ね、このリミット小脇メールの広角入ってるんですよ、リミット2に入ってるんですよ。これね12月の16日からリミット解除されてなくなります、これ。はい、なんでなんか 今見た目すごいですけど、デッキの中なんかリミット3、リミット1、リミット2、なんか白色入ってるんだけど、これリミットかかんなくなるんで、これリミットちゃんと守られるデッキになるわけですよ、12月の16日以降はね。で、今日はですね、このデッキがどのぐらい強いのかなと思って、ちょっと試していこうかと思って、ちょっとカムカイのメンバーに手伝ってもらって、ノーリミットルームで、ちょっと使ってみました、このデッキを。ね、結構強いわ、やっぱ。これ何が強いって、リミット2に広角入ってないから、もうこれ、リミット2じゃないんだよ、このカード。12月の16日以降から。だから、リミット2のカード入んだわ。カイトロイドとか、まあ、エネコンとか、まあ、狡猾とかめぐるとかも入れられるけど、とにかくね、そういうカードが入れられるのが非常に強い。うん。まあ、特にエネコンが強かったっすかね。うん、まあもちろんディスティニードローでコンボパーツ引いてくる構築なんで、もちろんカイトロイドも強いですけど、エネコンがとにかく強いね。やっぱりモンスター横にすごい並ぶデッキなんですよ、小脇メールって。ウルナイトの効果がそもそも横並べるし、ね、特殊召喚できるマキシマムっていうなんかぶっ壊れモンスターもいるんで、はい、これオルタナティブみたいなね効果してるんですけど、こいつとかもう横並べられるんで、まあエネコンが非常に強かったです。はい、で構築としてはですね、まあベイブレード引いてきて小脇メールのカードをサーチしながら、まあ、展開していく。ウルナイトでマキシマムを出せれば出して、ぶん殴っていくっていう高校ワンキル用デッキですね。高校ワンキルするためには、まあ、先行あんまやることないというか、先行めちゃくちゃカード使っちゃうと微妙なんで、ベイルとかカイトロイドっていう防御札が入ってるみたいな感じですね。はい、で、まあ、ウルナイトが重戦士族なんで、まあ、天気でサーチできるんで、まあ、天気が2枚ぐらい入ってるっていう感じですね。で一応ねこいつ出せるんですよ、倉庫。これ倉庫出せるから、ウルナイトとクルセイダーを使って、倉庫出してから神道をセットするっていう動きもあるんだけど、これモノコラクに教えてもらったんだけど、この神道セットする構築入れるとちょっと熱くなっちゃって、なんか強い本来の、小脇メールの動きがちょっとできなくなっちゃうなと思って僕は抜きましたけど、こいつの関連カードで魔法トラップをね無効にする神道っていうカードがありまして、これどれだ神道って、これか、これとかを入れとくと、先行制圧も一応できるっちゃできるので、まあこれはお好みでっていう感じかな。うん、まあ早速ね、この、最強のこのウルナイトの展開力を見せていきながら、マキシマムで分からしていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、カイバ社長よろしくお願いします、デュエルさんが。行くぜ、カイバ。高校取ったら結構強いぜ、この時は。あ、ドロドロ出た。いいね、いいじゃん、シスターいいじゃん、いいじゃんいいじゃん、強いじゃん、やべえ、ウィンドウ、あーやべえ、これランクロックくれ、ランクロックくれ、あーでもそっちか、あ弱いな、そっちの展開はちょっと弱いな、レベル6みたいね。まあでもまあ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 、これあれですじゃね、番長とかだったらマジ世界が終わってる可能性ありましたね。はい、まあ、ヘッドここで使ってくれたらいいわ。エクサビートル OK でしょ、エクサビートル OK で、エクサビートルの素材を2個使って、あーそっか、ヘッドエクシーズにしたらワンドロー入るのか、なるほど、それは強い。はい、でライノセバス OK です、了解しました。はい、大丈夫です、ターン終了、ターン終了、なるほど、ターン終了。あれ光ります、光ります、光りませんね、光りません。とりあえず天気どうすか、天気通ります、通んないですよねなるほどね、なるほど、なるほど。これはですね、これはですね、これはね、アイスで処理しかないか、あいつほっといてもダメだしな。であいつ残りだく3000だろ、小脇メールアイスで引っ張ってきてて、混合角除外するとあい、ライノセバスの効果実質的には無効にあるんで、あれ破壊効果なんで、とりあえずベイブレードを除外していこう。ゴーシュンで、小脇メールアイスを召喚、これで絶対に破壊できる。
で、コアキメイルアイスの効果発動。クルセイダーかな。クルセイダー、まあクルセイダーですね。で、ライノスは栄え。甘いぞ。はい、あ、オッケー。ライノスはですね。で、それは効果発動意味ない。なんでかっていうと、混合格は除外されていると、俺のフィールド上のコアキメイルモンスターは破壊されないぜ、効果でも戦闘でもな。とりあえずライノセバス処せるのは強い。あの最強のランク6と言われているリンクス上において、最強のランク6と言われていたライノセバスを除去できるのは強いが、オノマトペア来た。わーうわーうわー、でもそれはいいわ。1500ダメージで、でバインアクはベイルを召喚。で、1500ダメージは回復していくぜ。さあ俺のターン、ドロー。ベイル、いや光る、オッケー。エネコンあるからこれ勝った説ない。これこれでベイル召喚。え、これさ相手使ってくれるよな、多分サイクロンじゃないんだよ多分。あれ多分月の書とかそっち系だと思うんだよね。で多分デッドリーシーン出したら多分月の書使ってくれると信じたい。これ後から月の書っていう神プレインがあるかな、相手。オッケー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 、使ってくれた、いけー、トウ。エネコン強い。エネコンってやっぱ最強だわ。リミニッツ、コアキメールにリミットに入れられるの何億年ぶりだよ。さあお相手の方、コアキメールの混合格出た、ベイブレード対決や。ゴーッシュ点数、あ強そう。召喚金が増える、重戦士族の。コアキメールのライター重戦士族、ちなみに効果やべ、あいつの反動強いぞ、やつの反動強い。コアキメールウルナイトの効果によって、効果を見せつけることにより、相手は重戦士モンスターと特殊ができる。クルセイダー来た。コアキメールミラーとか何億年ぶりだろうやってるの、めちゃくちゃおもろいな。で倉庫いいだろう、倉庫いいだろう。で倉庫歴史召喚成功時、エンブ魔法トラップカードをデッキからセットすることができる。ちなみに、天気も入ってる、天気パターンが多い。天気 OK。これシントっていうね、トラップカード、魔法トラップカードを止めるカードがあるんですけど、あれ先行でセットすることもできるんで、なんかワンチャン強いっていう。ここだ、はい、やべえ、無限に展開してくる。強くねこのデッキ。ウルライトで広角見せつけることによって、はい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 。でアイス、やべえこのデッキ、またエクシーズできるのか。よし、なるほど。深淵が結構つらいな。インベルズ、あそれはいいわ、それはまあつらくもねえか別に。深淵破壊すればいいから。ドロー、うわ最強。これがね、コアキメールに愛されし男ですよ。これがコアキメールに愛されし男。ですね、これマジ何でもいいな。まずマキシマムは絶対に持ってきましょう。マキシマムは絶対に持ってくる。でウルナイトを召喚。でウルナイトの効果、そうこれは効果で特殊召喚してるし、レベル5以上じゃないのでローチでは止めることはできない。誘発ケアした方がいいのかなこれ。でもこっちも誘発あるし、なんとかなるでしょ多分。こうしてこっちが一番使わない多分。でですね、2体のモンスターでオーバーレイする。相手のローチ君がいるとコアキメールマキシマムさんが着手できないんで、デッドリシーンで一旦やつをどかして、はい、あいつはエクシーズモンスターには無力。ほっ、で最強モンスター爆弾いけ、コアキメールマキシマム、マキシマムの効果発動。相手のフィールド上のカードを1枚選択し破壊していく。そしてゴーシュバトル。懐かしい、懐かしいなこの動き。まあ、デッドルシーンなかったけど昔は。コアキメール結構いけると思うわ。環境的にはどうか知らんけど意外と強い、使ってる感じ。さあお相手の方、変態メガネ来た。遊戯おはが行くぜ虫野郎。俺は俺は黒の魔導陣を発動。黒の魔導陣の効果によりデッキからコアキメールウルナイトを手札に加えるぜ。そして
ターンを終了させてもらうぜ。いいか、俺の手札には最強のモンスターバーニングナックラベイルが存在している。つまりお前のワンキルは阻止させてもらうってことだよ。やべえ、なんかめちゃくちゃサルトルティアしてきそう。あー、インゼクティー、インゼクター、インゼクター、とりあえずうーこれうーおうしかないか。インゼクター、グリグリグルフグルフ、オッケー。虫野郎てめえ、本当に虫デッキじゃねえか。やるな虫野郎、全然違いだけかと思ったぜ。センチピードいいだろう。え、センチピードを超進化の前、やばい、最強なのだ、最強モンスター来るぞ。え、カットイン、これなんだこれ、なんだこれ。やべえ、最強モンスター来た、究極完全体グレートモンス、かっきつ、あ、あ、あれ。おい、お虫野郎、ベイルケア完璧かよ。